ビクトリア・ルイーゼ級防護巡洋艦は、ドイツ帝国海軍の防護巡洋艦の艦級で、同海軍では二等巡洋艦に類別していた。本級は、第一次世界大戦前に植民地警備を主任務に、整備されたクラスである。本級は、植民地警備を主任務に、通称破壊任務や、 海上通商保護を副任務として1893年から1895年度海軍計画において、計5隻の建造が承認された。計画時には一等巡洋艦であったが後に、大型巡洋艦へと類別が変更された。本級は、カイゼリン・アウグスタの小型改良型として、ディートリヒ造船総艦によって改め設計された。 武装面においては主砲に 21cm 速射砲2門と 15cm 速射砲8門という強力な火力を持ち約5000トン台の船体にして航海性能の良い還元の高い同時代のドイツ戦艦のような重厚な艦姿を持っていたが反面横からの風圧に弱く艦内の通風も悪い欠点があった春光寺のヘルタを描いた絵画 期間乾燥後のビクトリアルイーゼ。本級の船体形状は、艦首還元の高い単船首楼型船体であるが、艦首水面下に昇格を持つのは、船艦と同じである。船艦と異なるのは、艦首形状は、波切りの良いクリッパーバウ型艦首となっており、外洋を長距離航行する、巡洋艦には必須の艦首形状であった。艦首から新設計の、 二十一センチメートル速射砲を単装式砲塔に収め、監視官板上に前向きに一気、司令塔を組み込んだ、操打環境を基部として頂上部に、単焦刀を乗せた見張り章を持つミリタリーマストを持つ、短脚式の前、帆柱が立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち並び、周囲は関西手置き場となっており、二番煙突の左右に一本ずつの、 グースネック型クレーンにより運用される。3番煙突の背後にミリタリーマストを持つ、短脚式のミズンと、後部短小灯台、そこから甲板1段分、下がって、後ろ向きに 21cm 炭素手砲等の順である。15cm 複砲は8機の内半分の4機は、炭素砲塔に収め、1番煙突と2番煙突の間の左右に1機ずつ。 三番煙突後方に左右一機ずつを配置し、残り四機は原則ケースメート配置で、片元二機を前後のミリタリーマストの両脇に一機ずつ、計四機を配置した。この武装配置により、前後方向に 21cm 砲1門 15cm 砲2門左右方向に最大 21cm 砲2門 15cm 砲4門が試行できた。 竣工後の1903年から1915年に、かけて主艦を海軍式、シュルツソーにクロフト艦に乾装したために、煙突の本数は2本に減少した。各艦の船体サイズの相違は、以下の通りボン級の武装、装甲配置を示した、ズボン級にも搭載された21センチメートルカノン砲。写真は、ダーダーネルス海峡砲台のモノボン級の手法は、 クルップ社の新設計の1895年型 SKL4021cm カノン砲を採用している。その性能は重量 108.0kg の鉄鋼台を行角30度で最大射程 16,300m まで届かせることができた。搭載形式は同時代のドイツ戦艦と同じく砲塔形式で 重量75トンの単素方塔に収めて2機搭載で、計150トンであった。方針の深く、行角、方塔の旋回は、電動モーターで駆動し、方塔形式の最大行角は、最大30度からマイナス5度まで方針を上下でき、旋回角度は、守備線方向を0度として、左右ともに150度に旋回できた。 発射間隔は毎分4から5発であった。本級にも搭載された 15cm 速射砲。写真は仮想巡洋艦、ウォルフに搭載されたモノ腹武装として、1898年型 SKL4015cm 速射砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を、行角20度で 13,700m まで、 届かせることができた。これを、甲板上に棒立てのついた、単装砲賀で2機と、減速ケースメートで2機を搭載した。砲賀は、行角20度からマイナス5度の範囲で上下でき、150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分4から5発であった。他に、耐水来艇用に、1892年型 SK、L。 38.8cm 速射砲を採用した。その性能は 7.0kg の砲弾を行角20度で 6890m まで届かせることができた。これを甲板状に棒立てのついた単装砲がで10機を搭載した。砲がは行角30度からマイナス5度の範囲で上下でき150度の旋回角度を持っていた。発射速度は 毎分15発であった。近接火器として 3.7cm 単装機砲を10機を上部構造物に搭載した。他に、対艦攻撃用に 45cm 水中魚雷発射管を単装で、艦首水戦下に1門と環境の直下の原則に、片毛に1門ずつの計3門を配置していた。なお、フライヤーのみ、砲術練習艦へと改装されて、 武装は 15cm 速射砲1門、10.5cm 速射砲4門、8.8cm 速射砲3門、8.8cm 速射砲11門へと完走された。春工時の、ビクトリアル・イーゼとブランデンブルク急戦艦、クルフィルスとフリードリヒビルヘルムとバイセンブルクを描いた絵画。本級は、カイゼリン・アウグスタよりも進化しており、 ドイツ水上艦では初めて主ボイラーに水管艦,艦を採用した。なお、ドイツ海軍は本級においてボイラー形式の実用比較研究を行っており、各艦で搭載ボイラーの形式が異なっていた。各艦の機関の際は、以下の通り機関構成は、石炭線小水管艦,艦を2室のボイラー室に6機ずつ、計十二機に三段膨張型四機とレシプロ機関三機、 三軸推進の構成で、ネームシップのビクトリアル・ルイーゼは、最大出力1574馬力で、最大速力19.2ノットを発揮し、石炭950トンを搭載した状態で、速力12ノットで3412回りを航行できる設計であった。なお、フライヤーのみ、搭載時に、ニクローズ間で、技術的な問題が起きて、 実用化が遅れた戦訓から、海軍式ボイラーを以後使用することとなった。1905年から1913年にかけて、主ボイラーを海軍式ボイラーに換装したために、煙突の本数は3本から2本へと減少した。ありがとうございます。